日本鹿児島県いぶすき市小巻小巻は、鹿児島県いぶスキ市の大技。旧薩摩国いぶスキ郡いぶスキ号小巻村、薩摩国いぶスキ郡今泉号小巻村、いぶスキ郡今泉村大和小巻。郵便番号は891-0314。人口は464人、世帯数は237世帯。いぶスキ市の最北部、たぬき川の流域に位置する。 阿佐駅の北方には、鹿児島市木入聖美町、南方には、イブスキシワ池田、西方には、南九州市栄町牧野内がそれぞれ隣接しており、東方には、鹿児島湾に面している。阿佐駅は東西に細長い形状をしており、産地が多くを占める。集落は、東部の海岸線付近と西部に、畑久康がある。小牧は、古くより田畑に乏しく、 牧畜が中心となっていた。教育機関は1950年に地域内にいぶすき市立今泉小学校小牧文校として設置されたが1968年に本校に統合され並行した。小牧という地名は地内に放牧場があったことに由来するという説がある。小牧という地名は江戸期より見え薩摩国いぶすき国いぶ座とのうちの小牧村であった。 イブスキザートのうちの小牧村としての村高は、群村高辻町では384国余りであったと記されている。延京元年に、島津忠史教が、大二24年に、川辺城の戦いで、泉家当主であった直久が戦死して、以降、断絶していた泉家を継ぎ、今泉島津家と称し、その際に、イブスキ号及びザ里の一部から、今泉家の資料として、 今泉号が編成され、それまでイブスキ里に属していた小牧村は、イブスキ群、今泉号のうちとなった。今泉号のうちの小牧村としての村高は、三州五地西洋欄では381国余り、天保郷町では384国余り、急行給料取調べ町では306国余りと記載されている。天保14年から高下元年にかけて、 木入合成みから海岸に沿って2月電に至る街道が図書広里の四季により建設された。1889年に町村制が施行されたのに伴い、それまでの今泉号の全域より今泉村が成立し、それまでの小牧村は今泉村の大技、小牧となった。1946年には地域内に今泉村役場小牧出張所が設置された。 1954年4月1日に今泉村が、いぶす町と合併、同時に市政施行し、いぶす市が成立。それに伴い、いぶす市の大技、小牧となる。2006年1月1日には、いぶす市が山川町及び海門町と新設合併し、新生のいぶす市となったが、旧いぶす市の区域では、大技なの変更はなく、 住所の表示は従来通りである。以下の表は国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。